どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあずしです。今日は最後までご視聴よろしくお願いいたします。まず告知いいですか。6月29日、夜8時からなんですけども、来月ビーズライブジム2022ハイウェイ X の愛知公演となる愛知スカイエキスポ、撮影をね、させていただきまして、編集も行いまして、愛知スカイエキスポ様からOK も出たんでですね、いよいよ公開になります。今回はね、ちょっと特別にプレミアム公開で、公開したいなと思います。どんな会場なんだろうって思われてる方が非常にね、多いんじゃないかなと思うんで、だいたい15分ぐらいの動画なんですけども、見て分かるようにしておりますんで、もしよかったらそちらぜひ見に来ていただければと思います。プラス愛知スカイエキスポ様の方から、常滑市の、観光スポットの紹介もしてほしいっていうご依頼もですね、実はその時同時にいただきまして、先日撮影させていただきまして、これもね、7月1日19時からの公開予定です。常滑のね、いろんなところを、ご案内させていただこうかなと思ってます。来月ね、愛知公園に来られる方はですね、もしお時間に余裕があればですね、ぜひ、観光スポットの確認とかね、あと宿泊施設とか、あと飲食店なんかもね、特集してますんで、そちらの方ももしよかったら見てください。渾身の僕の食レポもね、その中の動画に入ってますんで、その辺もね、見ていただけるといいんじゃないかなと思います。よろしく頼む、よろしく頼む、よろしく頼む、頑張ったね。で、今日のね、トークテーマはまた久しぶりに僕がね、以前ライブで参戦させていただいた思い出話をまた今日もしようかなと思います。いつのツアーかと言いますとですね、2001年3月28日マリンメッセ福岡公演イレブンツアー、これをね、お話ししたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。ウルトラソウルが出た後だったんですよね。で、その世界水泳で、マリンメッセ福岡っていう会場が使われるっていうので、今回のこのツアーね、マリンメッセ福岡公演4回やって、プラス最後ツアー最終日が福岡ドームっていうね、福岡を結構優遇されたかのような、ツアースケジュールだったんですが、3月28日ですね。今と違って、当時ってだいたいライブの始まる 2,3 週間前にね、チケットが送られてくるんですよ。当時はですね、その自分が座る席位置っていうのは届いた時に分かるチケットだったんですよ。今は違いますよ。今は届いてから現地に行って会場に行かないと席位置が分からないよっていう仕様になってるんですが、当時はね、分かるようになったんです。でも僕見た瞬間に手が震えたんですけど、席位置がですね、アリーナの前から2列目のちょうどステージのど真ん中、紙席だったんですよね。今に至るまでですね、それを超える席っていうのは今のところないと思いますし、多分これから先もそうそう当たらないかななんて思います。もう本当にね、手がぶわって震えたのを覚えてます。当日になって、席に着いたら本当にもう目の前なんですよね。あれはテンション上がったな。というわけで、じゃあツアーのセットリストがこちらです。基本ドームツアーとセットリはほとんど変更がないんですね。で、実は演出なんかもほとんど変わらないです。一部違いますけどね。1曲目の愛のプリズナーのところなんですが、オープニングがね、その映像化になっている西武ドームとそれ以外の会場って全然違うんですよ。本当のオープニングの演出は黒い幕がドカッと落ちて、そのステージの上にビーズとメンバーが立ってるんですけども、ステージ一面にですね、格子状のカーテンがですね、上から垂らされてて、そこでもう曲がスタートするっていう仕様だったんですね。小さな窓から這い出しての時に、この稲葉さんがですね、ステージのちょうど正面から見て右側かな、なんか上に上がるエレベーターみたいな装置が多分あったんでしょうね。こうどんどん上に上がっていくんですよ。そしたら、その小さな窓からのところで、稲葉さんがこうやって顔を出すっていうね、っていう演出があったんですが、これがどうやらその西武ドームでは、消防法の問題なのか、その演出ができなかったみたいです。稲葉さんの衣装はですね、黒のパンツに、上がね、花柄の赤とオレンジの色が混ざった、半袖のシャツだったかな、を着てましたね。で、2曲目、セブンスヘブンでは、ガッと会場が盛り上がって、で、次がビーズのライブジムへようこそなんですけども、ドームバージョンだと、過去のビーズのライブジムへようこそっていう映像が連続したんですけども、今回のこのアリーナツアーに関しては、その演出が全くないという、ビーズのライブジムはいつからビーズのライブジムへようこそという言い始めたのでしょうか、みたいな。ちょっと今さんの小話が入って、ビーズのライブジムへようこそみたいなね、シーンに入っていくような感じだったんですけども。で、この3曲目に銀の翼で飛べから、青い弾丸、さよならなんか言わせない。このね、流れが結構良かったんですよ。これ DVD でも確認できますけどね。で、さよならなんか言わせないの、最初のその松本さんのギターソロのところ、
はなんかその会場によってですね、微妙になんかそのフレーズが違ったりとか、結構なんかその場の思いつきで松本さんが弾いてるようです。まあ、6曲目以降がですね、結構そのイレブンの曲を中心にやっていくんですけども、まずきらめく人、拳を握れ、よくこの2曲をこのライブの真ん中あたりに持ってきたなっていうねまあ、きらめく人がね、まだこう、あの歌い、まあ、安くはないと思うんですけど、その次の拳を握れですよ、7曲目にやってたっていう衝撃ねあの常人だと多分あれ歌ったら多分一発で喉がぶっ壊れるんじゃないかな。だからね、こうイレブンツアーだけその稲葉さんの歌い方がなんかちょっと独特だと思うんですよね。他のツアーに比べたらその声が角張ってるなって感じがするんですけども、それはひょっとしたらこの拳を握れのせいじゃないかなって僕はね個人的に思ってます。本当に調子がそのツアー自体が悪かったのかもしれないですけどね。ただあの歌い方はあの歌い方で結構かっこよかったりするんですよね。レイジングリバーですね。増田さんが桜桜を弾いて、そこからレイジングリバーにつなげていくっていう流れだったんですが、レイジングリバーね、いろんな顔を見せるバラードじゃないかなと思います。ひょっとしたらビーズ史上一番この曲は名曲だっていう方も結構多いのではないでしょうかね。あと深呼吸っていうコーナーがありましてこれがね、会場によってね、あの稲葉さんの言い回しもちょっと違ったりしたみたいなんですよね。確か僕が行った時は、これからその世界水泳の会場になる前にですね、プールが置かれてないこの会場をですね、思いっきりこの空気を吸いたいなと思います。皆さん一緒にどうですかみたいなね、下りから入っていったと思うんですけども、10曲目、今夜月の見える丘にのナイアガラ花火ね、この曲のアウトロとともにステージのね、上からナイアガラ花火がブワーって落ちてきて、そこで松本さんがアウトロのフレーズを弾くっていうね、あれかっこよかったですね。で、僕はあの前から2列目で見てたんですけども、結構熱かったです。稲葉さん見たらですね、もう汗だくなんですよ。前の人じゃないと分かんないんですけど、稲葉さんの足元にもう水たまりレベルのですね、汗が落ちてたんですよね。だからまあめちゃめちゃステージの上は熱いんだろうなと思ってですね。で、まあウルトラソウル、スイマーよ、東京デビューやっていくんですけども、あのスイマーよでね、トラックの上で踊ってるお姉さんがすごく可愛くてですね、僕そっちの方ずっと見てました。すいません、当時はまだ僕ね、21歳だったんですよ。許してください。で、この東京デビューの時に、これはもう今から言うのは僕の勝手な思い込みですよ。あくまで推測なんですけど、まあ、さっき言った通り僕前から2列目にいたんで、で、まあ、身長は100以上なんでかなり目立ったと思うんですよ。おそらく稲葉さんの目から見たらね。稲葉さんと目が合った時に僕ね、こうピースサインをしたんですよ、こうやって。そしたら、稲葉さんがですね、僕の方を見て、で、こう指さしてくれたんですよね。あれは多分僕に返してくれたんじゃないかなっていう。あのあれからね、もう21年経つんですけど、未だにね、稲葉さんが僕に返してくれたサインだと、未だに僕は思ってます。まあ、ジャップ・ザ・リッパーやって、もうジャップ・ザ・リッパーもこの時が最後なんですよね。この時のジャップ・ザ・リッパーかっこよかったんですよね。まあ、これも映像にありますけどね、本当男臭い感じの演奏でね、16、17がギリギリチョップ、ジュースとね。このコンビネーション結構最強ですよね。確かロックインジャパンでも確かギリチョジュースのなんかコンビネーションありましたよね。あれかっこよかったですね。で、このジュースの、あのコーレスの時に、イエーイイエーイのコーレスの時に、稲葉さんがつかずか松本さんの方に寄っていって、イエーイイエーイの後に、ハッピーバースデー、松本さんに言って松本さんがちょっと照れるっていうシーンがあったんですよあの松本さんの誕生日3月27だったんで、そのライブの前日がね誕生日だったんですよね。でまず最後トラックからジュースの缶がドサッと落ちてきて終わりという本編はね。でここからアンコールに入っていって、でこれ当時意外だなと思ったんですが、アンコールの1曲目がですね、恋心だったんですよね。で結構ほらイレブンでそのロック色の強いアルバムで、結構それ以外のセットにもロック色の強いセトリだったんですけども、なんかね急に恋心で最後ほっこりしたなっていうドームツアーだったらこの恋心の前にですねゴールドをやってるんですね。まあ、当時新曲だったんですけどね。でこのアリーナツアーではですねゴールドはなくてですね、この恋心の次にゼロをやってます。でゼロをやって最後その裸足の女神で終了っていうね。これ前から2列目だからこそ分かったんですけど、あの裸足の女神のの最後ほらお客さんが歌うじゃないですか。あの時って稲葉さんがほら映像で見るとそのまあ歌ってるように見えて、あれは本当は口パクなんじゃないかって僕あの時までずっと思ったんですけど、稲葉さんもマイクオフにして本当に歌ってるんですよね。あれはね意外でしたあそこも本当に歌ってたんだっていうね、まあ、そんなね、発見があって最後ステージがボーンと爆発して終了するっていうねツアーだったんですよ。すごくね楽しかったです。やっぱりその前から2列目っていうね、あの上席だったっていうのが一番の今回の思い出でしたねもうあれから21年か、月日が流れるのは本当に早いもんですね。はい、というわけでですね、今日はですね、2001年イレブンツアーの3月28日マリンメッセ福岡公演のお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。このツアーね、行かれた方はですね、ぜひ会場名とその時の感想なんかをねコメント欄にいただければと思います。
それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。